どうも、今回もオリパ開けていくんですけど、今回開けるオリパの量はちょっとこんな感じでして、とても一つの動画で収まりきる量ではないので、おそらく前後編になるかと思います。まあ、というわけで早速開けていくんですけど、もう正直ね、このオリパマジでいつ買ったのかもあんま覚えてなくて、多分12月の上旬なんですよね。なので、まあ3ヶ月ぐらい経ってるので、もう正直何が出てるかも全然わかりません。じゃあ12月上旬から今の間に電動規制があったじゃないですか。それの影響もあってさ、もう、やばいよね。まあ、というわけで続きやっていきましょう。ターボ3確か今結構高かったはずだけどね。500円ぐらいするんじゃなかったかな。ちょっと使える方に置いとこう。はいはいはい。お、ドキラゴンありますね。燃える革命ドキラゴンもしかしたら俺の動画で値上がった説ある。いや、フェアプロっていう説もあるか。まあ、どっちかですね。というわけで、まあ、話の冒頭に戻るんですけど、その、12月の上旬に買ったっていうのが覚えてて、その、電動規制があったじゃないですか。だからもう、もしかしたら電動で規制されてるカードが入ってるかもしれないという恐怖もありながら、まあ、逆にね、まあ、電動規制前まで安かったカードが入ってるかもしれないと。例えば、いや、もうロストマインドってどうだっけ？ロストマインドとか入ってたらかなりラッキーですね。あれ今なんか2000円くらいするらしいじゃん。やばそうみたいな感じですね。お、アダプタ臭い。ビニールってか、まあ、スリーブ入ってたら当たりですね。せーの。はい。ということで、バイナルドアのプロモが4枚セットじゃなかった。3プラスジョットガンジャロンですね。まあ、このバイナルドアは普通になんか数百円するので全然ありかな。というわけで、どんどん開けていきましょう。当たりの裏にも普通に、あ、バルーンクイークあるやん。普通に強いな。いやー、でさ、その、電動規制の怖さもあるし、もう正直、あ、パッと見なんだけど、どう考えても一つのガチャじゃないんだよね。明らかに3つぐらい。2つか3つですね。2つか3つ同時に全部開けた感ありますね。下手したら3つ開けたかもしれない。スベンガリクローラー、珍しいカードですね。一時期値段上がってましたね。イメンブーゴの時代かな、あの時は。というわけでどんどん行きましょう。そうですね。今回の話のネタは、じゃあ、ゼノンザードっていうカードゲームの話でもしますか。皆さん、いろんな大手 YouTuber がゼノンザードについての動画を上げてるの見ましたか？有名どころだとカードキングダムさんとか、まあ、シャマさんとかもそうだし。まあ、そうですね。まあ、そんな感じです。まあ、もろもろのいろんなところがね、多分ゼノンザードについての対戦動画かなんか上げてるんじゃないかなと思います。で、なんかルールとしては、なんかね、僕はよくわからないんですけど、バトルスピリッツっていうゲームに近いそうで、なんか基盤はバトスピらしい。で、まあ、僕も実際やってみました。ちょっとなんか、なんだっけ、事前にね、手に入れれる場所があったので、ピットインか。そうですね、西葛西の方まで行って、ピットインでやってきたんですけど、多分これから先ピーヨンが入ります。いや、言い方が良くないな。まあ、うん、そうですね、あんまりいいゲームでした。ジョジョ数は600円くらいするのかな。というかね、ルールがね、結構複雑なのと、一回不利になったら逆転しづらいっていうゲーム性。いや、理由があるんですよ、いろいろ。今回その新しく出てきたこのゼノンザードっていうカードゲーム、まあ、デジタルと AI の融合っていうのがテーマで、まあ、どういうことかっつうと、自分のプレイングに対して、その、AI が、その、なんか指摘とかしてくれるんですよ。このプレイは多分こっちの方がいいよ、みたいな。で、まあちょっと AI と一緒に成長できるっていうのがなんかテーマなんだって。で、まあ普通に考えてみてほしいんだけど、デュエルマスターズに AI 入れれるかって言われたら結構怪しくないですか？運要素もちょくちょくなところにあるしって考えると、結構難しいところあるじゃないですか。相手の構築とかも読まないといけないから。で、その上で、じゃあ AI が活躍できるようなゲームってどんなゲームって言ったら、まあ、ゲーム性を AI が活躍できるように寄せるしかないんですよね。で、そうなった時に、やっぱ、一つ課題となってくるのが、そのゲームって面白いのって話なんですよ。結局、カードゲームって本来、その面白さを第一優先で作るはずじゃないですか。でも、今回のそのゼノンザードっていうゲームは面白さじゃなくて、その AI がちゃんと機能するかどうかが第一優先で作られてるゲームなんですよ。で、その時点で正直あんま期待してなかったんですよね、僕。で、まあ、実際にゲームしてみてって感じなんですけど、まあ、うん、そうですね。そんな感じでした。いやー、そうですね。結構、その、なんだっけ。業界の方でも、割とあんまり評判が良くないそうで。ちょっとなんか、で、始まる前からこけるのが半分分かっちゃってるぐらいのゲームなんですけど。とりあえず、まあ、最初のエキスパンションにはあんま期待できないんで、まあ、次の段以降、なんか、うまいこと、ちょっと新しい感じのクリーチャー的なやつが出てくれることを祈りましょう。そうですね。粉棒は普通に強いな。あれ、何が問題なんだろうな。絶妙なんですよね。まあ、ルールもね、まあ、僕は別にカードゲーム慣れしてるから別にあんまり複雑とまでは言わなくて、割と20分くらいですぐ覚えたんですけど、
でもやっぱ初心者、カードゲーム初心者にはやっぱちょっとしんどいかなって感じはやっぱしましたね。っていうのもあるし、やっぱ1ゲーム終わった後に、僕一回そのトムハッピーさんとお会いした時にやっぱマジック・ザ・ギャザリングっていうのをやっぱちょっと興味持ったから、一回教えてもらったんですけど、マジック・ザ・ギャザリングが終わった後に、あ、もう一回やりたいなってなって、実際にもう一回やったんですけど、ゼノンザード一回やったらお腹いっぱいになるんですよ。まあ、もういっかな、みたいな。そんな感じになっちゃうんですよ、本当に。だから、ちょっとね、やっぱなんか、ゲーム性としてちょっと欠陥があるのかなとは思いましたね。あとちょっととあるお方も言っとられたんですけど、その、まあ、これは僕の言葉じゃないんで、まあ、ある種代弁になるんですけど、AI との融合じゃないですか。で、まあ、一応そのテーマとしては、その、AI をせっかく使うのであれば、その、AI 特有の世界観というか、まあ、AI にしかできないようなゲーム性、まあ、違う、AI にしか、なんつうかな、AI でその、デジタルカードゲームをうまいことね、融合させ、れるかどうかがやっぱポイントになってくるわけなんですけど、正直さ、試作品としてカードでまず出されたんですよ。で、正直、カードゲームとして遊べる時点で、わざわざ、ね、デジタルにしてまで AI と融合する意味がないっていう評判もありました。まあ、正直その話については、まあ、割とごもっともっちゃごもっともだなとは思いましたけどね。はい。おー、序巻。序巻は、多分、当時は多分全然クソだったろうけど、今は普通に、あれですからね、僕が出したガンバトラジョーカーズとかに入るので、採用余地はあるかな。というわけで、続きやっていきましょう。次の環境、もしかしたらだけど、あれ強いかもね。なんだっけ。今出てきた。バイク。バイクがワンチャンあるかなと思ってます。だいたい一応、ここのオリパは、当たる確率がだいたい6から8、まあ、6分の1かな。6分の1ぐらいだと思います。6つあげたら1個は平均に当たると。だから、今当たんないってことは、そのうちどっかで一気に当たります。やっぱ結局、本当はね、割となんか、等間隔で出るんですよ。なんか何回かに1回、何回かに1回みたいな感じですぐ出るんですけど、僕ほら、1回そのごちゃごちゃにしちゃってるから、もうどこで出るかがよくわからないと。これこっち。いや、宮殿トラップってなんかさ、ちょっと詠唱したらかっこいい感ありませんか？わからんか。というわけで、そうだな、次のトピックスいきますか。じゃあちょっと、せっかくですから、僕の野望の話もしましょうか。たまにツイキャスで、ボソッと話すんですけど。僕、ちょっとあれなんですよ。来年の4月に、ちょっと県外に出て、テナントを借りたいっていうね。テナントを借りて、ちょっとネットショップのその本拠地を建てたいなぁなんて思ってるんですよ。それで一応その場所の一部開放して、なんかデュエルスペースとかにしてしまいたいなぁなんて思ってて、要はそこで、来てくれた子たちと、デュエルしながら、新しい、なんだ、動画で紹介するようなデッキの調整とかをすると。やっぱ結局ね、身内だけだと、ちょっと調整に偏りが出てきちゃう可能性があるから、いろんなデッキと戦わせてあげて、ちゃんと戦えるのかっていうのをやっぱ確かめる必要もあるので、そういう意味でも、やっぱちょっとデュエルスペース的なものは欲しいなと思って、誰でも入れるね。なんて思ったりしてますが、まあ、これはちょっと現実的にできるかどうかちょっとわかりません。やっぱ結局人手がギリギリすぎるから、一応僕、来月からちょっと一人だけ人を雇う予定なんですけど、結局、二人しかいないのに、もしね、なんだ、デュエルスペース開放して、フラットさんいませんかみたいな感じで言われても、ま、俺が実動できる時間がかなり限られてる説があるから、オブザ強くね。マジか。オブザ ZZ バットバットですね。電動前のオブザって高かったっけ？赤黒ボツといたっけな、あの時。ちょっとわかんないですね。でもまあ、オブザ ZZ みたいな入れ方してる時点で、オブザそこそこ値段したのかな。まあいいや。というわけでどんどん行きましょう。当たったくさい。はい。サイコロプス。これはまあ、そんなに強くないですね。一時期値段したんですけどね。最近あんま使われてないね。いや別に性能としては悪くないんですよね。踏み倒しメタ的な意味合いがあるから。クイックスパーク。まあそうですね。まあそこそこの夢です。というわけで、まあ今年の1年の間に、雇った従業員の方と、もう一緒にね、いろいろネットショップの方も伸ばしてって、YouTube も伸ばしてって、お金を貯めようと。この1年で。この1年でなんとかお金を貯めて、富山県を脱出しようっていうのが、まあ、今年の抱負通過目標になります。いや、いろいろやろうと思ってることあるんですよ。やっぱ今の状況を脱却するために、自分一人だとまず無理だったってことがいくつかあるんですけど、肉汁が4と5551ですね。悪くない。まあ現状を打破するための方法的なやつをね、いくつかあってて、例えば結構やっぱ要望があったんですけど、デッキ販売、うちの方でデッキ紹介してそのデッキをそのまま販売するみたいなね。カードキングダム先生も昔やってたかな。今もやってんのかな。ウィズあるね。普通に強いな。
とか、そういうのも結構需要ありそうだからやっていきたいと思ってますし、あとなんだろうな。二人だからできる企画っていうのがやっぱり結構あるんですよね。二人だからできるっていうか、もう一人呼ぶことによって僕の時間が空く的な意味合いが大きいんですけどね、正直。どっちかっていうと。まあ、対戦動画もかなり撮りやすくなりますよね。常時一人いるわけですから。ただ、まあ、ちょっと対戦動画はほら、先駆者の方が何人かおられるので、まあ、その辺はね、うまいことやっていきたいなと思いますけど、うちの特色を出せるように。まあ、結局、あれなんだよね。同じ系統の動画を出すとさ、その、視聴者被っちゃうつうか、その、奪い合いになっちゃうから、それは僕あんましたくないんですよね。やっぱその、自分らだけの、その特色的なものを出す必要があるなということで、まあ、この辺は、まあ、ちょっとおいおいね、やっていきたいと思ってます。あとはまあそうですね。ちょっと実は一個構想してるやつがあるんですけど、まあこれについてはね、ちょっとあと1ヶ月ぐらいかな ?1 ヶ月ぐらい待ってくだされば、ちょっと速報を出したいと思います。まあこれもね、僕らがちょっと一つ上のステップに進化するために必要なあれなんですけど。いやー、というわけで、あととりあえず、今大体3分の1ぐらいですかね。全然終わんないけど、まあ大丈夫かな。あと8つぐらい見て終わりましょうか。あ、なんか話すことあったらな。カードについて話はいいんだけどね。なんでか知らんけど、カードについて話すことがなさすぎる。チュチュリスですね。これはカードについて話したことにならないよね、多分。どこいせ。あ、そうだ。あと、僕、細々とね、今、買い取り、まあ、ツイッターとかでたまに募集してやってたんですけど、僕一人だと本当に手が回らなかったので、4月から今は結局従業員が来るので、その買い取りの方に人手が回せるようになりますので、4月から本格的に買い取り業務ができるようになります。と言ってももちろん18歳以上に限定されるんですが、結構うち多分買い取り強いです。なんでかっていうと、まあ、デッキ販売とかで結局なんとかなるのと、まあ、オリパーも出せるし、あと動画でね、最低限の収益確保できるので、そのネットショップだけがうちの収益の全てじゃないんですよ。なのでちょっとその辺で余裕があるので、買い取り比較的高くなると思います。感覚なんだけど、まあ、メルカリのまあ、90% 前後になるかなと思います。だから、結局、メルカリにも確か手数料で 10% 持ってかれて、しかも送料も持ってかれるって考えたら、その、まとめてカード買い取るっていう点においては、うちの方がむしろ楽なんじゃないかなとは思ってます。まあ、これはね、できればやりたいですね。まあ、絶対やるんだけど、できるだけ早くやりたいですね。あ、ちなみに、うち、買い取りの加減はないわ。加減も上限もないので、あるだけ持ってきてくれれば大丈夫です。もう全部買います。まあ、200とかだとやばいけど、100までは多分買うと思いますよ。普通に画用紙80とか持ってこられても全然買い取りますし。というわけで、これで大体3分の1ですね。多分3部構成になるので、第2回もお楽しみに。